食わず女房。新潟県西くびき郡郷土志向より。しわいおとっつぁんのところへ、ものを食わない女が嫁に来た。おとっつぁんは不思議に思い、つづね飼いに行くふりをして高に登って見ていた。女房は大鍋をかけて飯を三升も炊き、皆盗火にして髪の毛をかき分けて、真ん中の大きな頭の毛をかき分けて、真ん中の大きな口へ放り込んで食べた。おとっつぁんはこれを見て女房を追い出すことにしたが、もう一日だけ置いてくれと言うので、それを聞いてやった。次の晩、女房は湯を立てて、おとっつぁんを入れ、風呂桶蔵山へ担いで行った。お風呂の中のおとっつぁんは、途中頭の上に出ておった木の枝につながって外へ出た。そしてその女房の後をつけた。すると山奥に小さい小屋があって、おつかないバンバサが出てきた。それ土産と言って風呂桶を下ろしたが、何もいなかったので女房は怒った。バネいて、でかい山くぶとなって、屋根から空鍵につながって入り、おとっつぁんを取ってくる、と言った。これを聞いたおとっつぁんは、近所の者と相談して、晩にでかい火を焚いておって、降りてきたら、くぼに化けておる中にさらがいをとして殺してしまおう、と表情をした。そしてその通りにした。それでいちご栄えもした。